皆さんこんにちは、力添え PLC シーケンス講座です。今回は PLC の入出力ユニットについて解説します。力添え PLC シーケンス講座では、 PLC のプログラミングについて実践的な内容を解説していきます。ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録をお願いします。PLC の入出力ユニットは、アナログ入出力とデジタル入出力がありますが、デジタル入出力とはオンまたはオフの信号を入出力するユニットで、対してアナログ入出力は電流や電圧信号を入出力するユニットになります。今回はデジタル入出力についてお話をしていきます。まず入出力ユニットの分類を見てみましょう。メルセック Q シリーズを例にこのような分類になります。まず入力ユニットですが、DC 入力ユニットと AC 入力ユニットがあります。次に出力ユニットですが、こちらはトランジスタ出力、トライアック出力、リレー出力の3種類に分類されます。おおむね入力ユニットは電圧による分類、出力ユニットは電圧と出力方式による分類になります。大体のメーカーの PLC はこのように分類されますが、メーカーによってこのうちのいくつかがラインナップされていない場合があります。それではまず入力ユニットから見てみましょう。入力ユニットは押しボタンスイッチやセンサーなどの入力機器を接続し、そのオンオフ信号を PLC に取り込みます。電圧区分では AC 入力タイプと DC 入力タイプがありますが、最近では AC 入力タイプを使うことはほとんどありません。例えば、キーエンスの PLC には AC 入力タイプはラインナップされていません。DC 入力タイプはプラスコモン、マイナスコモンに分かれている場合と、プラスマイナス共用タイプがあります。三菱、メルセック以外はほとんど共用タイプになっています。また、メルセックにも共用タイプは存在しています。それでは、メルセック Q シリーズを例に各ユニットの接続例を見てみましょう。まず、今回説明する接続例ですが、メルセック Q シリーズの一番単純な例として16点端子台ユニットを例に説明していきます。32点や64点コネクタユニットでも数が増えるだけで基本的には同じ形になります。入力ユニットにはこのように押しボタンスイッチやリレーの接点、そしてここは LS と書いてますがセンサー類ですね、こういったものを接続していきます。まずは AC 入力ですが、こちらに AC 電源があります。ここは AC100V から AC240V までの AC 電源を接続することができます。AC 電源の片方をスイッチやリレーのコモンにし、もう片方を PLC のコモン端子に接続していきます。リレーやスイッチの反対側、こちらは PLC の入力端子に接続し、このように X1 や X5 の線番が割り振られるということになります。次に DC 入力ユニットを見てみます。DC 入力ユニットにはプラスコモンタイプとマイナスコモンタイプがあります。別々のユニットを設けているのはメルセックだけで、オムロンやキーエンスは共用タイプのみになります。プラスコモンタイプは DC 電源のプラス側を PLC のコモン端子に接続し、マイナス側を機器側のコモンに接続します。マイナスコモンタイプはその逆で PLC のコモン端子にDC 電源のマイナスを接続し、機器側のコモンがプラスということになります。日本ではほとんどはプラスコモンタイプを採用しています。ヨーロッパではマイナスコモンが多いイメージです。共用タイプはどちらを接続しても構いません。また32点や64点ユニットで複数のコモン端子があり、それぞれ内部短絡をしていない場合、この場合は独立コモンと言いますけども、この場合はコモン単位でプラスコモン、マイナスコモンが混在することができます。例えば、メルセック QX72 型入力ユニットでは、64点のコモン共用タイプですが、32点でコモンが独立していますので、前半32点をマイナスコモン、後半32点をプラスコモンにすることができます。次に出力ユニットです。出力ユニットは、ランプや表示器、電磁弁やリレーなどの付加機器類を接続します。区分としては無接点のトランジスタ出力とトライアック出力、有接点のリレー出力があります。最近ではトライアック出力やリレー出力を使う頻度は少なくなっています。トランジスタ出力にはシンク出力とソース出力の2種類があります。それではメルセック Q シリーズを例に各ユニットの接続例を見てみましょう。出
力ユニットはランプや電磁弁、コイルなどの制御負荷を接続し、 PLC からのオンオフ信号でそれらを動作させます。まずトライアック出力ですが、こちらも半導体のスイッチング素子で AC 電源の開閉を行いますので無接点出力となります。このように AC 電源の片方をランプや電磁弁の利き側のコモンということになりまして、反対側を PLC のコモン端子に接続します。次にトランジスタ出力です。こちらもトランジスタのスイッチングで開閉を行いますので無接点出力となります。シンクタイプは DC 電源のマイナス側を PLC のコモン端子に接続し、プラス側を利き側のコモンにします。このことで電流はプラスから PLC に向かって流れていきますので、 PLC 側からすると電流を引き込む方向になります。したがってこれをシンク出力と呼びます。シンクとは流し台のシンク、排水口ですね。これと同じで水が引き込まれていく方向がシンクということになります。反対にソース出力ですが、 DC 電源のプラス側を PLC のコモン端子に接続して、マイナス側は利き側のコモンということになります。こちらは PLC 側から見てこのように電流を送り出す方向になりますので、ソース出力ということになります。ソースは源という意味ですね。最後にリレー出力ユニットです。こちらはメルセック9シリーズの場合は16点で1コモンのタイプと8点で8コモンある独立コモンタイプ2つあります。キーエンスでは8点で1コモンのタイプと16点で4点ずつ独立コモンになっているタイプがあります。リレー出力は AC、DC どちらでも使えます。またコモン単位で AC と DC、DC でもプラスマイナスどちらの極性でも混在することができます。1コモンタイプではここでは DC を例にしてますが、 AC をコモンにしても構いません。独立コモンタイプはこのように AC や DC のマイナスコモン、それから DC のプラスコモン、こういったものを混在させることができます。リレーユニットは以前は主流でしたが、最近では使用頻度が少ないのでメルセック9シリーズでさえも8点と16点の2種類のユニットしか存在していません。かつてメルセック A シリーズの時代は8点から32点まで10種類以上のリレー出力ユニットがありました。ということで最後に今回のまとめになります。 PLC の IO ユニットにはAC 入力ユニット、DC 入力ユニット、リレー出力ユニット、トランジスタ出力ユニット、トライアック出力ユニットがあります。出力ユニットのうちリレー出力は機械的な開閉接点を持つ有接点となり、トランジスタ出力とトライアック出力は電気的なスイッチング動作で開閉を行うため無接点となります。このあたりは次回もう少し解説していきたいと思います。近年安全性の面などから制御機器の低圧化が進んでおり、入力出力とも AC ユニットを使用することは少なくなっています。それとリレー出力ユニットも電磁弁などの省力化により DC ユニットでの直動が可能なものが多くなってきましたので、リレー出力ユニットの使用頻度っていうのも少なくなってきているということになります。ということで今回は PLC の入出力ユニットについてお話をしました。この動画のご意見やご感想、質問などコメントいただけると嬉しいです。この動画が勉強になった、仕事で使えると思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。